上樹院は神奈川県鎌倉市極楽寺にある新聞州大覚寺派の寺院。三号は不明山。次号は法律寺。本尊は不動明王。紫陽花の寺として知られていた。鎌倉七口の一つである極楽寺坂切同士の途中に位置する。空海が諸国巡礼の折、100日間にわたり国造旧門寺法を行ったところと伝えられる。 上級元年、三大出権の北条康時が、この寺を創建し、北条一族繁栄を祈ったという。元行三年、新田義貞の鎌倉攻めの戦火で消失したが、江戸時代に再建された。境内には、弘法大師像や聖徳太子戦300年期に建てられた八角の衝動がある。寺には、平安時代末から鎌倉時代初期の僧、文閣の荒行像がある。 彫刻家、小木原六山は、明治時代末期にこの像を見て、感銘を受け、自身の代表作、文革を制作した。以前は参道に、半若心経の文字数と同じ262株の、紫陽花が植えられていたが、現在は株数を減らし、代わりに、萩が植えられている。寺の東方、鎌倉獣医の一つ、星野井のそばにある、国蔵堂は常住院が管理する、 社会外出動である、ありがとうございます。